皆さん、こんばんは。マネトップです。今日は外に雨が降るので家で運動します。今回も腹筋運動と、これも本当にお腹の脂肪を燃やすために一番効果がいいだと思う運動なんですよ。一緒にやってみます。もう30回やってみます。その時、体を起きる時に呼吸を出して、降りる時に空気を吸います。そういった反動は、必ずもうしないようにして30回します。それでこれが終わったら、次の動作はこの膝と肘を交代しながら引きます。これも30回やります。これも呼吸するときに、この膝が肘にも当たるときに、この呼吸を出して、この戻すときに呼吸を吸います。これが終わったら15秒ぐらい、30秒ぐらいや、あ、15秒から30秒ぐらい休んでから、また同じ動作を繰り返します。そうして3セット。終わったら、1日の腹筋運動は終わると思います。さあ、リセットをもっとやります。
最初する時は本当にきついなんです。私も最初はまあお腹がちょっと痛かったんですけど、まあその瞬間だけなんで、もう1日まあ10分ぐらいまあ投資して運動すれば、まあお腹の腹筋が見えるようになります。まあ私の場合は2ヶ月ぐらいかかったんですけど、まあ毎日あればまあ3ヶ月ぐらいまあ必ず効果があると思います。それと、この、まあ、最初は動作を、まあ、せっかくするのが難しいなので、ちょっと反動を入れたり、こうして、まあ、もう、ちょっと長く時間をするとりしたり、まあ、この動作を繰り返す数をちょっと減らしたりして、毎日、まあ、10分ぐらいは必ずやるようにやれば、まあ、いい結果があると思います。